あと、別件で近現代史の学習施設に向けて、まあ、先行展示をしていくということでしたけれども、はいはい、まあ、現時点で市長のイメージしていらっしゃるものどのような、テーマについてどのような展示を考えていらっしゃるのかというのを。あれも朝日新聞もそれは僕に聞きゃいいのに、なんであんな不十分な情報で書くんですかね。本当ね、それはね、メディアに言いたいのは、僕は機会を与えてるんでね、毎日インタビュー答えてるわけですから。いや、何か おかしいとか、あの記事書いたこと自体が間違いとかじゃなくて、中身については僕に聞いてくれたら答えるんですから。東京裁判です、展示の中身は。だからその他の従軍慰安婦とか、従軍慰安婦じゃない、そのいわゆるですよ、だからあれはいわゆる慰安婦問題とかね、まあ、そういう問題について幅広くあれ、朝日新聞の記事ではいろいろテーマ書いていましたけども、あれは昔の話、あれはだから最終的な施設としてはね、教育施設としてはそういうことをしっかりと学べるような施設にしましょうということであって、来年の夏目指すのは東京裁判です。でこれはもう戦後70年という節目を迎えて、もう市政運営の基本方針で大号令かけます。戦後70年の節目でね、この戦争を考える、そして平和というものを考える、これはもう全局の取り組みとしてできることは徹底してやっていくと。だから今までのね、戦没者追悼式なんていうのも申し訳ないぐらい、ちょっと力を入れてこなかったんでね、まあ、毎年毎年できるかっていうと難しいところもあるから、知事と話をして、大阪府も大々的にやるって言ってますから、まあ、大阪市もしっかりやるし、沖縄でのあの追悼式もね、もうちょっと予算、この70年の節目はもう拡充してね、しっかりやると。で、まあ、これ市長といってもね、所詮こんな一人の人間なんですから、自分のその近くの事柄で物事判断することも多くてね、やっぱ子供にね、ちょっとある映画見せたらね、その戦争美化するとか、その当時の日本の行動がいいか悪いか、まあ、いいとかそういうことじゃなくてね、そのああいうふうに、先人がね、命を投げて、国を守ろうとしてたと。でそれでね、まあ、いろいろなことを思いでこうみんな亡くなっていってるわけですよ。そしたらね、まあ、次男がね、小学校5年生の次男がね、ちょっと頑張らないといけないと思ったっていうね、そういう一言がこうあってね、もう僕はもう、まあ、自分の子供だから別に、なんか過大評価するわけじゃないけども、やっぱこういうことをちゃんとやらなきゃいけないんだなと思いましたけどもね。ただこの子供もその日は頑張ろうと思ったって言って、翌日からまたいつものようにだらけ始めたから、まだそれで怒り飛ばしたんですけども、でもやっぱりちゃんとね、戦争の評価どうのこうのとか、まあ、これもサンフランシスコ講和条約の話で石原さんとは違うところもあるから、何もあれをね、日本の自衛戦争だって僕は全部正当化するつもりもないし、まあ、こういう話はそれこそ専門家に任せればいいんだけど、やっぱり、僕らの次の世代にね、まあ、これも教育委員会の方にはちょっと僕の考え方伝えましたけども、今までの戦争教育っていうのは、戦争の悲惨さとか、日本がやった悪いこととか、そういうことばっかりを伝えるだけだったんですけどね、やっぱり頑張らないといけないよねっていうふうにね、思わせると、思ってもらうと、まあ、そういうことにこの、戦争っていう歴史的な事実をね、ある意味活用させてもらうということはね、ちょっと考えてるんですけどもね、まあ、自殺してしまう子どももいれば、いろんなことで悩んでる子どももいればね、就職活動で悩んでる子どもいれば、まあ、いろいろもう今の現代社会は、まあ、いろんな悩みが多くなってきてる、そういう時代社会ですけども、まあ、それでもやっぱり先人のそういうね、営みをしっかりと認識してもらって、まあ、いろいろしんどいこともあるけど、でも頑張ろうよというように思ってもらうようなね、まあ、そんな何か教育委員会の方での取り組みっていうのはやってもらえないのかなと、またこれは考えていきます。でそういう中で今度は市長部局の方としては、やっぱり東京裁判というものはしっかりとね、市民の皆さんにも考えてもらいたいというふうに思いまして、来年の夏の、その展示内容は、まあ、東京裁判ということで、まあ、今のところは固まっているところなんですけどもね。そのところ、その東京裁判について、その学んだり知ったりすることで、その日々の生活でその頑張っていこうとか前向きになっていくわけではないですよね。だから東京裁判は市長部局だって言ってるんじゃないですか。
戦後70年の節目の取り組みの中の司法部局の方は東京裁判やってそれは知ってもらうって話で、教育の方はそういう戦争とかそういうところを知ってもらって、戦時の営みを知ってもらってね、今の子どもたちの方にもいろいろ悩みはあるかも分かんないけど、あれいじめもあるしいろんなこともあるし大変だけどでも頑張ろうよっていうところが伝わるようなね、何かそういうことを教育委員会の方でやってもらえないのかなっていうのを思ってるんですよ。またその展示とは別の形でそういった機会を作るという、いやだからそれは教育委員会マターですから、まあ、東京裁判についてまあいろんな見方があるとは思うんですけども、まあ、今回 の、 その展示ではどのようなその展示の仕方ですとか、それは僕が言うことじゃないじゃないですか、それは専門家に考えてもらって進めていくのがマネジメントじゃないですか。ただ多角的に、だから あれです、ぜひね朝日や毎日にはね原告席に座ってやってもらいたいんですよ。原告席で被告席には僕は石原代表なんとかね、座ってもらってね、ここでね朝日毎日対石原代表とか、ね、平沼国会議員団代表とかね、田母神さんとかね、もう被告側の方でもう、まあ、来てくれるかどうか分かんないけど、でもそういうことをねしっかり見てもらって、どうだったのと、でやっぱり日本としてどうだったのかということもいろいろ考えてもらいたいと思いますね。でも、まあ、最後は僕はやっぱりサンフランシスコ講和条約がある以上はね、これひっくり返すことはできないと、最後の判決はね。でやっぱり今専門家の皆さんと議論してたら、東京裁判の判決がある意味ここがもう、ここに全部が修練されてるというか、だから判決というものを重要ポイントから遡っていろいろどういう展示の仕方をするのかこれ考えていきますけども、やっぱり最後は東京裁判の判決なんでしょうね。まあいろいろ問題はありますよ、言いたいことは山ほどあります。あんな平和に対する罪なんて後からひっつけて訴求させるなんてね、それこそじゃあ人道に対する罪というところで原爆の問題はどうなんだ、大空襲の問題はどうなんだって、まあ、言いたいことはいっぱいいろいろあるけれども、でもサンフランシスコ講和条約で受け入れて日本は主権を回復してね、そこから今に至ってるわけですから、まあ、東京裁判は東京裁判でしっかりと原告被告の言い分というものをしっかりともう一回ね、まあ、大阪市民の皆さんだけじゃなくて広く多くの皆さんにそれを知ってもらいながら、でもやっぱりサンフランシスコ講和条約でやっぱり我々は平和に対する罪、まあ、受け入れましたよね、まあ、それは僕の考え方だからそれを展示に入れるかどうかはまた別ですけども、僕はやっぱそう思うんですけどもね。